なんかおしゃれ。こっちだ。トイレ？こっち暖炉があるんだ。あ、暖炉。はい、今からオープンホームで中に入ります。おお、なんかすごい。はい、お邪魔します。行ってみよっか、中行ってみよっか。よいしょ。うわー、なんかおしゃれ。すげー。あ、こっちなんか革製品作るやつ、タイプライターがある。うわー、おしゃれだな。キッチン、こんなもんいけるんだね。ん？あ、ダイニングテーブル、こんなもんいけるんだね。こんなもんいけるんだね。ここ階段登っていけるんだね。行きます。うん、あ、そっちは行っちゃダメだってよ。これね。Feel free to peek。プロファイルするんだね、ここは。わ、ベッドルームも綺麗。すごいな。階段も全部こう物入れみたいになってる。おお、すごい。木の感じがすごいですね。あ、確かに。あの木造建築の中にいるような感じじゃないですか。おーおーおー、車なのにね。おお、すごい。あ、こっちもなんかおしゃれだな。ね、これは、これはいいですね。こっち暖炉があるんだ。あ、暖炉。今気づいた。あ、本当に使える暖炉ですね。今デコレーションしてあるけど。全然快適だね。これだけの規模だったら全然快適なんだね。はあ。あ、ここはね、入っちゃダメ。あの、おばさんたちの家だから。おばさんのお家、うん、なんかきれいにしてるね。すごい、やっぱこういろいろ工夫がされてるんだな。ねえ、寝するんだな。ガスコンロがあるし、そこで移動してもね、なんかあのガタガタしないようにちゃんとこれとこにちゃんと取り出しなきゃ。あ、そっか、うん、そうだね。しっかりしてるな。見て見て見て、あ、コーヒーコーヒー、備え付け、すごい、おしゃれだな。食べるの？ん？なんかこれね、こコーヒーグリグリって食べるの？え？食べるの？わ、すげえ。運転席？運転席はあっち側。え、そしてトイレ、これ。はあ。あ、ごめんごめん。トイレない。トイレはでもないわけないよ。トイレにあったのかな。うん。外でもする感じこれは。もしかしたら外。シャワールームないね。ない。うん。なかなかね。ちゃんと今綺麗にしてるね。綺麗してる。あ、これ、これはおしゃれですよね。ここのほら、そうなんか、あ、本当だ。扉、扉のストッパー的な、ストッパーとしてコインを使って、コインを使って、おしゃれだな。ディテールがすごい、ね。フライパンがいっぱい吊るしてあるし、あ、そっか、いや、明るいと思ったら屋根がこれ、半透明。こっちだ。トイレ。
あ、そっちか。あ、ちゃんと外にあるから臭くないと思う。え、リスも また見るの？ん？どこ見るの？あ、おトイレ見るの？ちょっと待ってね。あ、開けていいのかな、ここまで。わー、ちゃんとトイレもある。あ、見てみる。うん、シャワーもあるんだ。あ、本当だ、シャワーもついてるんだ。ついてます。痛いってなる。いや、痛くはないと思うよ。はい、イベントも終わって今帰宅中です。今まで普通にどこか住居を構えて定住して暮らすのが当たり前と思っていた私には、今回の暮らし方をしている人たち、こういった暮らしもあるんだなと、カルチャーショックというか勉強になりましたね。1年間とか、あるいは数ヶ月程度、そういった短期間の間、もう期間を決めて旅の生活をするというのは楽しそうですね。そういう意味では本当に面白い貴重な経験ができました。もしかしたら今後の私の人生に影響を与えるかもしれません。さて、今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。次回もまたニュージーランドならではのものを紹介していきたいと思うので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。おー、びっくりした。はい、ごめんなさい。